皆さんこんにちは、司会の伊藤彩です。それでは10月16日からの島の国チャンネル、今回のラインナップです。暮らしの情報コーナーは、はつらつ元気健脚運動について、その他ご覧の内容をお送りします。まずは暮らしの情報コーナーです。今回は前回に引き続き、はつらつ元気健脚運動についてお送りします。お話を伺うのは介護総合相談支援課の杉本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回では健脚運動とはというところをね、伺いましたけれども、はい、今回はどのようなお話でしょうか。はい、今回は前回の放送でお話しした地域のサロンで運動指導を行っているお達者サポーターの皆さんの活動などをご紹介したいと思います。お達者サポーターの皆さんの活動については、自治会の皆様にご協力をいただいて、地域の活動として自治会や老人クラブと連携しながら教室を展開してきました。今日はその中から穴川地区で9月20日に行われた健脚運動の実施の様子について VTR がありますので、そちらをご覧いただきたいと思います。はい、それでは VTR をご覧ください。ですけどね、もう私も数ですもんで、若い人がどんどん発
ってきてくれたらいいなと思ってます。穴川地区の参加者の皆さん、本当に生き生きと元気に楽しそうに参加をされてましたよね、はい、またお達者サポーターの皆さんも一つ一つ丁寧に指導されているっていうのがすごく伝わってきましたね。はい、参加者の人数も多い地区で皆さんとても熱心に取り組まれています。健脚運動だけではなくてレクリエーションなども取り入れて教室を盛り上げてくれています。地域の高齢者を対象に現在は市内12カ所でお達者サポーターを中心に定期的な集まりが開催されています。そういった場に一人でも多くの方にお出かけいただいて健脚運動を始めていただきたいと思います。見ていると本当にこうした活動っていうのは健康介護予防っていうね、運動という面だけではなくて皆さんが本当に生き生きと楽しそうに参加されている表情もすごく明るくなるなっていう感じがしましたし、また高齢者の皆さんが集える場所ができるっていうのもここも魅力ですよね。はい、その通りです。運動だけではなくて交流の場として地域の絆が生まれています。住み慣れた地域で安心して通える場の一つとして今後も自治会の大切な資源として活動が継続されていることを目指しています。来年以降も新たなお達者サポーターの養成講座を開催検討しています。地域で顔見知りのお達者サポーターと一緒にぜひ健脚運動を楽しんでください。健脚運動に参加してみたい方はぜひ介護総合相談支援課までお問い合わせください。ということで今回は杉本さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては東大ワールドサミット in 島についてお送りします。ご紹介いただくのは東大ワールドサミット実行委員会事務局の谷水さんにお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて後ろの方にもですねポスターがあります通り11月10日土曜日11日日曜日に東大ワールドサミット in 島が開催されるんですよね。はい、明治元年に西洋式東大の建設が始まってから今年で150年になるのを記念し海上保安庁などでは各種の取り組みがなされています。そこで志摩市をはじめとする全国の山間灯台のある4つの自治体志摩市、千葉県銚子市、静岡県御前崎市、島根県出雲市が発起人となり灯台ワールドサミット in 志摩を開催し積極的な灯台周辺の観光資源化を図り歴史的に価値のある灯台を次の世代に引き継ぐための灯台の活用促進を目的にシンポジウムなどを開催します。考えてみれば灯台のある風景というのは、ね、本当に美しいですし、まあ、そうした面でもこう観光資源化に活用していくというのはすごく重要なことかもしれませんよね。では具体的にどのような内容で行われるんでしょうか。はい、観光資源としての灯台の活用を計画実施するためのノウハウを構築するため関係団体間の協力体制構築各種情報共有灯台関連の観光資源を活用した PR などを実施します。なおサミットのプログラムは大きく分けてシンポジウムおよびエキスポの構成となっております。まず1日目の11月10日土曜日にはアゴアリーナにおいて講演会パネルディスカッション物産展などを行い17時30分からは場所をアノリ岬園地に移し交流会を行います。続いて2日目の11日日曜日は大王崎灯台周辺において志摩市の灯台を船で巡り大王崎周辺の町歩きを行います。1日目の講演会パネルディスカッションは無料で交流会と2日目の町歩きは事前の申し込みが必要となりますのでよろしくお願いします。はい、聞いてると2日間にわたって盛りだくさんの内容で行われるということですけれどもそれぞれの見どころっていうのはどういうところでしょうか。そうですね、まず講演会の見どころですがあの岬灯台が日本で初めて回転式フレネル式レンズが採用された灯台であり今回の講演会ではフレネル式レンズの生まれ故郷であるフランスから灯台研究の第一人者であり世界的にも有名なヴィンセント氏の講演は必見です。パネルディスカッションでは地域資源としての灯台を使った地域活性化策を考えるをテーマに
渡辺明三重大学名誉教授をコーディネーターに迎え、このサミット発起人となった4つの自治体の市長と東大専門フリーペーパー東大同大の編集長不動真由さん、ヴィンセント氏をパネラーとして、東大ファンによる東大の魅力、学術的な視点からの東大の文化的価値についてなど貴重なお話が聞けますので、楽しみにしていただければと思います。夕方から行われる交流会では、国指定重要無形民族文化財のあのり人形芝居も鑑賞できます。また2日目の街歩きについては、大王崎周辺の街歩きだけではなく、船に乗って海から麦崎灯台と大王崎灯台を見ていただくことができます。普段見ることができない角度からの灯台を鑑賞していただきたいと思いますので、ぜひご参加いただきたいと思います。話を聞くだけではなくて、2日目には実際に体感していただくこともできるということですけれども、そうした機会を通じて全国各地から、来られる方もいらっしゃると思いますので、島の魅力っていうのも、感じていただけたらいいですよね。それでは最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、11月10日土曜日、11日日曜日に開催される東大ワールドサミット in 島は、東大ツーリズムや灯台を生かした観光資源を考えるサミットとなっております。あのり崎灯台、大王崎灯台はともに国の登録有形文化財になっております。灯台が大好きな方、灯台ツーリズムに関心がある方などなど、この機会に身近にある灯台について学んでみてはいかがでしょうか。たくさんの方が興味を持っていただける内容となっておりますので、ぜひご参加ください。本日紹介しきれていない内容もございますので、詳しくは広報島10月号または島市ホームページをご覧ください。はい、ということで、島には全国に誇れる灯台があって、私たちにとってはすごく身近なものではありますけれども、意外と知らないことってあるかもしれませんのでね、改めてこの東大ワールドサミット in 島に参加していただいて考えていただく、そんな機会になるといいですよね。ということで、今回は11月10日土曜日、11日日曜日に開催される東大ワールドサミット in 島についてご紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後はストーリーです。今回は名切の五輪塔をご紹介します。お話を伺うのは島市障害学習スポーツ課の三好さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今私たちがやってきている場所は名切漁港ということで、すぐそばには灯台があって、皆さんもね、よくご存知の場所だと思うんですけれども、改めて今回どちらをご案内いただけるんでしょうか。はい、名切漁港の傍らにこちら千遊寺がございます。千遊寺は戦国時代に創立されたとされるお寺です。そちらの境内にですね、石造五輪塔群という文化財がございますので、そちらを案内させていただきます。はい、見ているととっても立派なお寺ですよね。そうですね。こちらの中にその五輪塔というのがあるんですね。はい、はい、では早速ご案内お願いします。はい、ではこちらです。はい、すごいですね。そうですね、はい、立派な、はい、ではこちらです。建物の左側にそういった場所があるんですね。そうですね。はい、それでは失礼します。失礼します。お、水が流れてまして、はい、はい、こちらですね。はい、こちらが島市指定文化財の石造五輪塔群です。これがその五輪塔になるんですね。そうですね、はい、はい、五輪塔の形自体は現在のお墓でも使われることがありますので、見たこともあるという方もおられるかもしれません。そしてこの五輪塔にはどういった名前の由来があるんでしょうか。はい、五輪塔という名前はですね、5つの部品でできていることから五輪塔というふうに呼ばれます。こちら見ていただくとですね、はい、こういうふうに段々になってはいるんですけれども、この一番上の部分、丸い部分ですね、はい、こちら空輪といって空という字を書きます。で、この下がですね、風輪という風ですね、風を表したものになります。で、この屋根みたいな形のもの、こちらが花輪といいまして、火を表したものです。
でこの下の丸いものですね、丸いものが水輪といって水を表しています。でこの下の四角い部分が、地輪といいまして、大地ですね、土を表しています。この上からですね、空風火水地というのを合わせて5つになりますので五輪塔というわけです。で仏教ではですね、こちらの空風火水地で全てのものが出来上がっているという考え方がございますので、そちらを表したものが五輪塔ということになります。なるほど。こうして見ていると、ね、いくつか並んでますけれども、同じような、まあ、大きさは違いますけれども、はい、同じような形状をしている。そうですね。さらに一つ一つそうした意味がしっかりと込められているということなんですね。そうですね、はい、はい。そしてこれらはだいたいいつぐらいに作られたものなんですか？はい、こちらの地輪の部分ですね、この一番下の四角い部分を見ていただくと、はい、文字が刻まれていることがわかると思います、でこちらですね、天文という元号が刻まれていて、こちらは16世紀中頃、1550年頃の元号ですので、その頃に作られたものであることがわかります。でこちらの文字をまたよく読んでいくと、はい、こちらが久喜市の供養塔であるということがわかります。なるほど。久喜市といいますと、まあ、この、ね、島地域でも有名な戦国武将ですよね。はい、はい、そうですね。最終的には久喜義隆の時代に鳥羽城を築くことになるんですけれども、それまでに久喜市は点々とお城を移していきます。その中でもこちら名切にあった名切城というのは拠点的なお城であったことが知られています。で、実際にはですね、はい、あの東大に行く途中に八幡山公園という公園があるんですけれども、はいはい、そちらに名切城はあったというふうにされています。でその名切城の麓にですね、こちら泉涌寺があって、この泉涌寺自体も久喜市が気づいたお寺というふうに考えられています。じゃあこちらの泉涌寺も久喜市が開いたからこそこの場所にあるっていうふうにも言えるわけですね。そうですね、まあ、そう考えると本当に貴重なものなんだなっていう感じがしますよね。はい、そうですね。この五輪塔なんですけれども、この歴史的な背景というのも重要なんですが、この五輪塔自体にも貴重なところがあるんです。それはどこなんでしょう？はい、普通の五輪塔はですね、はい、一般的には、まあ、空風輪というのは一体で作られるんですけれども、あと火輪と水輪と地輪というのが別で別々に作られることが一般的です。ただですね、はい、こちらのものについては火輪と水輪が一体で作られています。こういうタイプのものを二石五輪塔というふうに呼んでいるんですけれども、こういうタイプの五輪塔は松賀市の南のあたりから南伊勢町の範囲に特に多く見られる形なんです。それらの中でもこれらは一番古いものというふうに考えられているんです。じゃあその形そのものも大変貴重ですけれども、一番古いというふうにも言われるとなおさら本当にね、はい、貴重なものがこちらの場所にあるんだなっていうことを感じますよね、はい、そして先ほど南西地域を中心にこうした五輪塔があるよというお話でしたけれども、はい、島市内にもいろいろとこうした五輪塔っていうのは他にも残されていたりするんでしょうか？そうですね、はいはい、五輪塔はですね、島地域で今の最新の研究ですと1300基ほどがあるというふうに考えられています。で、実際ですね、今のお墓参りされるお墓とかにでもですね、よく五輪塔あるんです。実はよく見てみると、はい、で五輪塔あるんですけれども、先ほども言ったようにですね、五輪塔部品部品でバラバラに作られているので、それぞれあの例えばですね、水輪の丸い部分だけがお墓に転がっているというようなこともあるんです。そういったものでもですね、まあ、研究の材料を今後なっていくことが考えられますので、もしあの気づいたらそのまま大切に置いておいていただけるといいと思います。まあ、こうしたものを本当にこれからも、ね、長く受け継いでいけるといいですね。はい、そうですね。ということで今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。勉強になりました、はい、それでは今回の島の国チャンネルはこの辺で失礼いたします。次回もどうぞご覧ください、はい。